あれは、鳥か ?UFO か?いや、首なしライダーだ。俺より早い奴に会いに行く。あなた本当にそればっかりね。何が首なしライダーだ。非現実的すぎる。都市伝説なんだから当たり前じゃないか、リック。なんでもエイリアンに寄生されたまま危惧してしまったため、首がない状態になってしまったらしいんだ。IO のフィールドチームの報告では、フェラーリで最高時速117キロ以上、つまり118キロまで到達すると、高確率で首なしライダーが現れるらしいの。何のために現れるんだ?呼んでないのに。一体誰得なんだ?え?リックって本当に頭が固いよね。ドンカチには言われたくないね。早い奴に会うためだ。自分よりも早い奴にな。ところでこの人は?レース最速の男、ストームレーサーよ。街の至るところでレースを挑んでくるの。今まで負けなしのようね。車レースで勝つことを陸追いだと思ってる少しかわいそうなスキンだよ。まあ、たまに車で移動してるとノリのいいプレイヤーと急にレースになったりするしな。規制されて頭がなくなったなんて今まで聞いたことないわ。エイリアンの研究のために首なしライダーを捕獲したいの。そのためには運転が上手い人の協力が必要不可欠になってくるわ。それと天才科学者の協力もね。クリエイターサポートはコラムビ。この改造されたフェラーリ 296GTB は強い電力を受けると118キロまで加速する。問題はその強い電力なんだが、雷の力を利用して。それならスウォン博士が用意してくれたよ。プラズマキャノン、すべてのものを破壊するぶっ壊れ武器。ところでこの人は。私はピンクマ、時速150キロのテケテケから生き延びた天上天下唯我独尊の桃色の打天使。速い車に速いスキンが運転すれば確実に首なしライダーに会えると思うんだ。それじゃあ彼の出番は?なんかかわいそうだな。気の毒になってきたよ。それが、ストームレーサーは自分の実力で走りたいみたい。改造車は運転したくないみたいよ。そうか。それじゃあ早速実験を。いや、首なしライダーをおびき寄せよう。検索はホラムビ。リック、今回の内容を改めて説明してちょうだい。うむ。まず、わしが改造した118キロ出るフェラーリに、モーティとピンクマが乗り、最高時速117キロまで加速する。僕らに任せて。ああ、頼む。ガソリンも満タンにしとけよ。時速118キロに到達するためには、電流 1.21GW が必要だ。雷にも近しい電力だが、これをプラズマキャノンで代用させる。スローン博士、迅速な対応感謝する。どういたしまして。よーし、行くぞ。
車が時速117キロに到達したわ。プラズマキャノン、準備 OK。 発射。うわぁ、早い。俺より早いやつが許せない。首なしライダー？いや、首がある。やっぱり現れた。まさか彼が首なしライダーだったなんて。クババ、俺と勝負しろ。成功した。え、リック、どういうこと？説明して。はは、私が黙って協力するとでも思ったのかね。あの車はタイムマシンの実験として改造させてもらった。未来に飛ばす実験は成功だ。ループから抜け出す方法を見つけた。世紀の大発見だ。それじゃあピンクマたちは未来に行ってしまったの？そうだ、過去にも未来にも行ける。なんてことを。俺の勝負に水を差すなんて許せん。このチェーンで島中引きずり回してやる。あれは鳥か UFO か。いや、首なしライダーだ。そんなにレースがしたいなら私が相手になってあげる。まさかあの車は。グビビビビビ、帰ってきたか。さあ、誰が最速なのか決めようじゃないか。望むところよ。未来でパワーアップした私を見せてあげる。先にこの島を一周した方も勝ちだ。わかったわ。未来から帰ってきたの？なかなかやるな。これでどうだ。バナナで妨害なんて卑怯な手を使うのね。悪いけどこのまま突き抜けさせてもらうわ。キノコで加速よ。ところで首なしライダーなのに頭はあるのね。首から上はあの世と繋がってるんだ。それに顔がないとおしゃべりも楽しめないだろう。まあこの際だ、固いこと言うな。それに俺と勝負してお前が負けた場合、お前をあの世へ連れて行ってやるからな。クビビビビビー。ぶつかった衝撃でバランスが。よし、このままゴール。やった、首なしライダーに勝ったわ。俺より早いやつがいるなんて。負けた。俺の完敗だ。
これでこの世に未練はない。ありがとう。すごいわ、ピンクマン。首なしライダーに勝つなんて。ちょっぴり残念だけど、安らかに成仏してくれて、結果オーライね。それよりも、モーティの姿が見えないんだが。ああ、それなら。リック、実験のことを隠してたでしょ。未来のリックから聞いたよ。モーティ、その姿、どうした？ふふふ、変なの。僕の姿を見たがってたじゃないか。未来のリックに改造してもらったんだ。いいでしょ。それじゃあ、他の島に旅立ってくるね。じゃあね、リック。先にループから抜けるよ。